はいどうも、ヨシンです。本日紹介するのはこちら、ドーン、青白い人、12分の1スケールフィギュア。青白い人ってガチャなんやねんと思うでしょ。青白い人なんですよね。ラインナップ、男性、女性、男子、女子ね、組み立てたいと思いますね。青白い人ってどんなフィギュアやねんと思うでしょ。今組み立てますから。ただね、これね、なかなかいいと思いますよ。最近ね、紹介するガチャね、どれもね、あんまりね、ピンとこないでしょ。いいやつっていうかね、どれもね、あんまり、まあガメラは良かったけど、セーラームーンとかさ、あんまりね、良くなかったんだよね。で、今回のはね、これいいですよ。今組み立ててます。今のところはちゃんと組み立てられてるね。ポロポロ感はないかな。でもね、これね、関節とか全然動かないわ。え？あ！全然ハマらへんやないか。全然ハマらへん。え？ああ。全然。よし。まあ、青白い人ってね、どこが青白いのかって話ですけど、はい、じゃーん、ね、青白いでしょ。てかどういった使い方をするかというとね、まあこういったね、なんかちょうどいいやつないかな、こういうアイアンマンの横とかに並べてね、モブとしてね、いろんなキャラクター、こういったのをいっぱい並べて、その中にね、自分の好きなね、キャラクターとか置くことによって、この街の中にね、主人公が一人孤独な感じで立ってるみたいな、そういったモブ役として使えるんですよ。モブ役としてね、これもうかまいたちの夜とかでほらね、こういう背景としているでしょね、これ。ちなみに、ね、子供もいますよ。少年もいます。少年も組み立てましょうか。これはでもいいんじゃない？これは。これは俺結構いいっすよ。使い道がある。使い道が。よし。今までありそうでなかったでしょ。ガチャガチャでモブのガチャって。ね。モブのガチャってなかなかないからね。ああ、子供はしっかりするな。よし。はい。青白いわー。ちょっと半分透明なんかいいでしょ。ほら。ほら、もう絶対もう 100% かまいたちの夜でやる。夜ですよ。かまいたちの夜ですよ。ね。そういうとか、もうこれ単体でもいいですわ。単体でさ、ね。なんかこう、電信柱の後ろとかにさ、ね。こう、隠しといたら、ね。なんかこう、幽霊みたいな。この場所には子供の霊が、みたいな。そういった使い道。ね。そういった使い道ができます。これはもう本当にベストセラーになると思うよ。ね。いろんなガチャと比べてね。
なんかないかな、ちょうどいい、ちょうどいい人間のキャラが、ね、いないんですよね。まあ、ズゴックの横に置いたらね、ほら、ズゴックが主人公で、ね、町のね、この都会にね、ズゴックが一人寂しくいるみたいな。わかります?こういうのがいっぱいいて、ね、都会は孤独だみたいな、そういったズゴックを演出したり、ね、だからいっぱいあった方がいいわ。これは4種類なんですけど、いっぱいあった方がそういった演出ができるから。ね。だからこれね、結構な数売れてるみたいなんで、欲しい人はもう急いだ方がいいと思う。ね。この良さをね、良さに気づいた人は絶対に一つや二つじゃないから。いっぱい買うと思うんだよ。ね。いっぱい買って街を表したりすると思うから、ね。欲しい人はもうぜひ、急いでください。ね。はい。ということで本日は青白い人。ね、紹介させていただきました。以上、ヨシキンでした。バイバイ。オタクのエイヤ、チャンネル登録よろしくね。